ハマスタでバイトしてて一番印象に残ったことは何ですかああ、もうこれはね、即決なのが一個あって、安明さんがルーキーだった年の阪神戦のデイゲームで、阪神の上本選手の頭部にデッドボールを当ててしまった時の阪神ファンの罵声。はい、どうも、こんにちは、くれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はジュニアトーナメントガチャについて動画撮っていきたいと思います。 はい。ということで、皆さん、このガチャの存在、忘れてないでしょうか。そもそもね、このジュニアトーナメントとはって話からまずしておくと、コナミがですね、特別協賛を務める小学生の野球大会、これをジュニアトーナメントと言います。で、その大会自体がですね、今年で20回目の開催となりまして、現在はプロ野球で活躍する選手なんかもたくさん出ていると。で、まあそんなね、その大会で過去に活躍した選手らが、ガチャで登場するのが、このジュニアトーナメントガチャでございます。で、プロスペースにおいてはですね、 コラミが特別協賛になってから毎年コラボ施策が来てるんですよねということでまあ今回はですねそのジュニアトーナメントに関する配布等の内容あとは候補選手あとは登場予想ですねいつ来るのかっていうところまでこの一本の動画でねまるっとやっていこうと思いますまあサムネとかタイトルにも書いてるかもしれないですけど今年は結構ね注目の選手というか今後能力上がるだろうなっていう選手もそうだしもうすでにねそこそこ強いっていう選手なんかも候補に上がるかなと思いますのでまあぜひ良ければねこの選手出たら欲しいなとか、まあ、誰出 見てほしいなあ。なんていう風に思いながら見てもらえると嬉しいなと思います。じゃ、早速本編行きましょう。どうぞ。 <laughs> さあ、ということで、まずは概要の話なんですが、ジュニアトーナメントというものはですね、そもそも2020年に、プロスペースの方で初登場となりました。なんで、20、21,22,23で、もう4回出てるんかな今年も知れば5回目という形になります。で、その2020年の初登場時にはですね、ガチャがなかったんですよね。まあ、これまた珍しい例で、配布の契約書のみだったんですよ。基本的にこのゲーム、覚醒の選手たちを除いて、まあ、ガチャでしか手に入らないという選手はいるけど、イベントでしか手に入らないですね。 選手って、まあ、あまりいないいななじゃないですかでこのジュニアトーナメント最初の時はその配布の契約書1回のチャレンジしかできなかったんで極めてレアなパターンだったんですよねでその後2021年からはガチャでもね登場する形に変わって21年は配布がなかったんですが22年23年は配布がありというね え、仕組みになっています。なんで、おそらく今年も無料配布はあるんじゃないかなというふうに予想はできるかなと思うんですが、まあ、果たしてどうなるでしょうかというところではございます。で、ガチャシステムもね、僕と比べてちょっと特殊になってて、確定自体は優しい。20連目、40連目で確定があり。なんですけど、自チームは確定しなくて確率勝負なんですよね。まあ、40連目以降に関しては50%あるんで、まあ、そこそこの確率で引けるんですけど、まあでも、20連目、40連目のタイミングで引けなければ、確定以降、すラの確定がない中で2.5% はい、ということで、まあ以上が概要だったんですけど、こっからはですね、今年の登場候補選手まとめにやっていきたいと思います。じゃあもう早速やっていきましょう。まずは阪神からですね、阪神去年は浜地選手ですね、が、えー、ジュニアトーナメントで登場となりました。この浜地選手、今見返すと、小5で請求 a いけるんですよね。結構強いよね。で、今年の候補選手としては、阪神は多分5人かな。まあ各チームね、あの、一応、 ちゃんと調べてはいるんですけどもしかしたら見落としがある可能性もあるのでもしこの選手も対象ですよみたいなのがあればね教えていただきたいなと思うんですが、まあ、ジュニア出身の選手でも育成の選手今現時点で育成選手の場合はプロスペースでもねそのガチャでも出ないですし排出も停止されちゃうような形なので育成の場合は省いていますあくまで支配下選手のみ今回ピックアップ紹介しているんですが、まあ、この5人かなと多分話は思いますねでその中でも、まあ、出てないところで言えばね豊田選手とかた、まあ、だから個人 個人的には門別選手とか出ても面白いかなと思うんですけどね一番能力として強いのはもちろん佐藤輝明選手になると思うんですけどまあでも佐藤テルはさすがになさそうな気がするんだよなジュニアトーナメントではまだ一回も出たことないんですけどねまあこの辺りかなっていう感じですねはい続いて広島です広島は去年も林選手でしたね実はカープのジュニアトーナメントって林選手しか出てないんですよね僕も過去4回中2回は弾くことができているんですがそろそろちょっと味変したいというか選手違うのも欲しいぞっていうね まあカープ純正の人とかもいるんじゃないかなと思うんですが、その他の候補で言うと、高木選手と中村選手かな。中村選手来ても良さそうですけどね。今シーズン1軍でも出場ありましたし、2軍でもそこそこの成績残してますからね。出てもいい気はするんですけどね。続いて DNA ですい。DNA はですね、実は去年までの対象選手が全員対談ないしは、育成契約となってしまいまして、去年この西巻選手がね、出てたんですけど、来季は育成契約に変わるということだったので、あと他でと、 いうと櫻井選手がっっっっちちゃゃたたしでそのででも戦力外になっちゃったんですけどまあ、あとは、この前、阪神にね、移籍が発表という遺移籍というか、DNA の自由契約からの阪神が契約っていうね、報道もありましたけど、楠本選手とかが対象であったんですけど、まあ、その3人ともね、対談という形になってしまったので、対象がガラッと変わりまして、去年ね、ドラフトで入りました渡来選手と、また武田選手ですね。この2選手が対象になるかな。どっち来るかな僕的には渡来選手。 がが来そうな気がしてるんですすけど渡選手来たらめちゃくちゃゃくく熱ないででか覚醒でしかね、まだ出てないんで、通常ね、結局なんだかんだ出なかったし、まあ、シリーズ2もしかしたらヤュ手枠とかないこともないかもしれないけど、まあ、でも DNA もね、野手候補非常に多いので、ここで出てくれたら結構熱いなと思いますけどね。あと、ベイスターズは来年になるとね、あの、今年ドラ1で入った。 選手ななんかも対象にりますねはい続いて巨人ですさえ巨人は奥江選手と若林選手ですねはいこの2選手が対象になるかなと思います若林選手は去年まで西武でね対象選手だったんですけど今年は巨人での対象選手となるかなと思います一時期ねあの巨人はジュニアトーナメント対象の選手が1人もいなくなっちゃって巨人だけガチャから出ないっていう巨人だけ対象選手なしっていうね年もあったりしたんですけどまあ今年はこの2選手のどちらかという感じになるんじゃないでしょうかただ奥江選手弾道も今変わっちゃった んでね、去年のこのライドラバージョンとか意外と貴重だった説はある。あとは来年になると、えー、これもね、ドライチで入りましたけど、石塚選手。個人的にめちゃくちゃね、期待をしてるんですけど、この石塚選手なんかは対象になりますね。はい、続いてヤクルトです。ヤクルトは去年澤井選手が出まして、えー、今年の候補はこんな感じですね。まあ、ヤクルトもね、非常にビッグネームもいるんですが、うーん、どうでしょうね。まあ、でも田口選手は巨人で一回出てて、木澤選手もね、過去出てるって考えると、どうだろう石原 選選手手ととかか順番的には来るかなとも思いつつ沢井選手2年連続高もありそうですけどね続いて中日0歳中日は去年砂田選手がね出てたんですがこの砂田選手も対談引退という形になったので今年は対象外とただその中でも候補が6選手いるんですよね中日めちゃくちゃ多いしかもそのうち半分が中日ジュニア出身というところなんでこれもまた珍しいんですよね意外とあの他チームというか全然違うチームのジュニアにね所属されてたりっていうのも多いんですけどね まあでもその中で言うとどうだろう。過去にはね、ネオ選手の野手版とかも出たことあって、まあ今となってはかなり貴重なリアリティになってるんですけど、でもネオ選手のピッチャーバージョンってまだ出てないですよね。なのでネオ選手のピッチャーバージョンとかも面白い気がするけどな。まああとは辻本選手とかね、出ても面白いような気はする。高橋宏と選手、石川隆也選手はなんかなさそうな気がするけどな。どうでしょうか。 続いてオリックスです。オリックスは去年イケラ選手が出まして、オリックスも候補多いんですよね。しかも5分の4がオリックスジュニアということで。まあ、こちらも中日と似たような感じになってますけど。うーん、どうだろう。森選手がね、実は過去出たこともあるんですけど、その時はまだセーブだったかな。まあ、でも今の森友也選手の能力ではなかなか出なそうだな。って考えると、個人的にはゲン選手がありそうな気がしてますね。この中のラインナップだと唯一来たことがないのは多分ゲン選手かな。オリックス版では森選手まだ出てないですけど、 まあ、そこがないかなと思ってるんで、個人的には、現選手ありそうだなと思ってますね。はい、続いて、ロッテ、レッサー。ロッテは去年、小野選手がね、登場してまして、顔ぶれとしては、そんなに去年と変わってないかな。むしろ、足された選手がいなくて、というところなので、うーん、藤原選手とかどうっすかね。今年出てないよね、シリーズ2、シリーズ1。シリーズ1出てない、シリーズ2も、今のところ S 出てない、なんで、出てもいい気しますけどね。 1> 約1年ぐらい S ランク出てないことになるんですね一応1回だけねこの2020年最初の時に出てますねはい続いてホークスですホークスからは田上選手がね去年は出てまして2年連続だったかなで出てましたと。 いうところだったんですが、この田上選手もね、あの、育成契約に健康になっているので、今年はまたガラッと変わるんじゃないかなと。で、もし出たら一番熱いのはもちろん近藤選手ですね。近藤選手も過去日本ハムバージョンではね、出たことがあるんですけど、ホークスバージョンで今の能力で出てきたらやばいよな。まあでも多分ない。っていう中で、実は今年3人ね、候補が加わってまして、前田選手、村田選手、藤田選手、えこの3人が一気に加わってますと。なんですけど、前田選手が個人で 的には結構ありなんじゃないかなと思うんですけどねどうでしょうまあ今年一軍デビューもねありましたしただまあ引っかかるのは2人ともねあのドラ1とあとあれかその後の 覚醒ででででででで出出出てててるるるんんすよね前前田田田田選選選ここ選手はでも前田選手手手こここしょ村村もの方がシリーズ違いで出てるから、まあ、どちらかといえばありそうどちらでもないっていうところに行くなったら藤田選手っていう感じになるかな続いて楽天でさえ楽天は去年鶴崎選手がね出ましたよと鶴崎選手といえばこのマッスルカーブですよねが特徴ですが今年の候補としてはこんな感じかな、まあ、そんなに多分去年から変わってないと思いますまあでも今で言うとやっぱ藤平選手がねプレミアでもめちゃくちゃ 頑張ってますけど、まあ、出たら欲しいっていう人も多いんじゃないかな。まあ、あとは内選手とかもいいですけどね。楽天も誰が出るか非常に楽しみなところでございます。ちなみに来年は胸山選手。ドラフト1位でね、強豪で獲得となりましたけど、胸山選手も過去ね、ジュニアトーナメント出場されてますので、対象になってきます。続いて西ブです。西ブは去年、岸選手ですね。が登場となっていたんですが、西武もね、候補多いんですよね。5選手。特に新しい顔ぶれで言うと杉山選手ですね。 巨人ジュニアだったんですよね横浜高校からね西武に入りまして今年一当番ねありましたけど一軍でも、まあ、個人的には応援してる選手なんでこの辺り出たら面白いかなと思ったりしてますけどね、まあ、あと畑選手なんかもね去年ネクストブレイクで出たんですけど、まあ、それ以降なかなか出てないので欲しいという人もいるかもねでランストが日本ハムです日本ハムは去年郡司選手ですねが登場となりました今シーズン郡司選手もね一気に活躍しましたけどこう見ると日本ハムもね ね、これから活躍しそうな若手の選手なんかも多く、えー、名前が挙がってるかなと思いますね個人的にはでもやっぱタミヤ選手入れてきたら熱いなと思いますけどねまあでもアリゾナ選手とかも面白いよなアリゾナ選手ありそうだなという気がなんとなくしてますはい <laughs> ってことで以上ですね各チームの候補選手を見ていったんですが最後に登場日の話をして終わろうかなと思います過去4回の登場日はこんな感じとなってますはい12月の2423222ということでまあもうほぼクリスマス 前後ぐぐぐららららいいいいいっていうニュアンスでですすねななんん、まあ、今年もそんぐらいおそおく下旬12月の下旬ぐらいで確実かなと思います具体的な日付はちょっとね、まだ現状なんとも言えないんですけど、まだ最近の更新は基本的に木曜日か金曜日なので、まぁ、あ、19,20、26,27かな今年で言うと、そのあたりとかになってくるかな ?26,20 だとちょっと遅いか ?19 あたりから23ぐらいまでのタイミングとかな気がしますね。ちなみに実際のジュニアトーナメントの大会 期間というのは今年は12月の26日から29日の4日間みたいですねまあガツ自体は今年も来るんじゃないかなと思ってますが、まあ、この辺りのね施策非常に楽しみなところでございますはいということで以上今回はジュニアトーナメントガチャについて動画を撮っていったんですけどもいかがだったでしょうか皆さんの欲しい選手は見つかりましたでしょうかまあ正直ねこのジュニアトーナメントに関してはそのまま使うというよりかは、まあ、将来的にね えやっぱ主力級になっていくような選手の限界突破用に使うとかいろんな考え方があると思いますのでぜひ、まあ、ねよければ皆さんの狙いとかこんな選手出たら欲しいなとかあったらコメントで教えてくださいということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました是非ともこの少しでも参考になったジュニアトーナメントがちょっと楽しみになったなという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました